ジャスラック音楽著作権講座。はい、講師はジャスラック理事でもありバンドマンの遠藤です。はい、そして今日も小粋ないろいろなあれをやってくれる面白い生徒はこいつらだ。こいつらです。どうだい、もうみんなすっかり慣れてきただろう。ここまでやっていろいろ何週間もやってきてどうだい。いいですね。いいですね。さあ行ってみよう。著作者の許諾なしに著作物を勝手に改変させない権利を同一性保持権と呼びますが、さて遠藤が日頃から気にかけているおしゃれポイントはどこでしょう。おしゃれポイント、もうどうしてこういう問題作るんですかね。本当に、はい、答えてください。遠藤のおしゃれポイントどこでしょう。はい、アイペタさん、はい、結構色彩感ビキビキですけど、はいはい、普段どんなおしゃれポイントに気をつけてるんですか。おしゃれポイントですか、はい、誰よりも目立つ。おー、いい考え。これはうわ、それとそれ共感しますよ、はい、僕はだいぶ。なるほど。はい、はい、ロベ君、やっぱ見えないおしゃれ、見えないおしゃれしてると思うんで、ほうほうほう、キッコー縛りこん中で今ガッツガチにおもろい、なってますよね。違います。おもろい。そういう人もね、今日のコーナー集まってる中にいるかもしれませんけれどもね。僕は違いました。はい、はい、あやぺたさん、ふんどし。おお当たりました。当たりませんよ。当たり前、当たるわけないでしょ。でもね、そんなのもいるかもしれないです。本当にこれはね、見えないおしゃれありますから。もう中にはもうね、ブラジャーつけてる男だっていますから。それはもういっぱいいますから。はい、はい、あばくん。いやでもな、怖いよ。いやもう拮抗縛りに勝てないです。勝ち負けじゃないから大丈夫大丈夫。拮抗縛りは超えられないもん。いいのいいのいいの、超えなくていいの、小出し数で勝とう。お尻が潰れるので座らないようにしてます。ああ、そういうやっぱ女性っているんですか。これね、加納姉妹が言ってた。すごい、座らないの。すごい、やっぱ弱いよな。さあ他に。はい、正解はもうこれもう本当もう何のひねりもないですよ、はい、ちゃんと毎日ブーツ履くときは磨いてから来る。このブーツの動物は牛かなんかじゃないですか。屠殺された動物に対してリスペクトがあると。何のリスペクトもなく履いてました。すいません。綺麗にしてるってことでリスペクトされてます。あ、リスペクト あったってことですね。されてます。すいません、僕もちょっと今後屠殺された動物 に対するリスペクトを持ちながらブーツを履いていきたいと思います、はい、思います。ジャスラックは音楽の利用者から支払われた著作権使用料をどうしているでしょうか。どうぞ。その支払われた音楽の、著作権使用料支払われてます、ジャスラックに対して、そのお金をどうしちゃってんだよねって。これはい、はい、これ僕も実践してるんですけど、はい、あの円をですね、ベトナムのドンに変えてます、はい、やっぱドンは手堅いんですか。上がるらしいですね。おっと、じゃあちょっとあの僕もジャスラック理事なんで、はい、あのそうさせるように言っときます、はい。違います、違います。ベトナムのドンか。はい、はい、アイペタさん、ドンキで爆買い。もう外貨獲得 して外国人の皆さんがやってるやつだねこれね。爆買いしたいよね。はい、はい、青葉君、どうしているのでしょうかというね。はい、問題確認してる。どうしていいか分からなくなっている。それも団体として致命的ですね。ダメです、そんなことはないです。じゃあ正解見てみましょうか、はい、こちらです。ジャスラックは音楽の利用者から支払われた著作権使用料を利用楽曲の報告データに基づいて年4回作詞家、作曲家、音楽出版社などの権利者に分配しています。この分配に合わせてどこでどのように使われたのかという詳細情報をご提供しており、権利者の皆様にご確認いただいています。はい、こういうことなんだよ、分かったね。では行ってみましょう、どうぞ。ジャスラックは著作権使用料を音楽クリエイターなどの権利者に分配している。そうなんですよ、君たちも作詞作曲する人たちばっかりでしょ、はい、そこに印税として支払われてんですよ。逆に印税をみんな何に使ってるの。
貯蓄です。手堅い、意外と手堅いバンドマンでした。また来週。